はい、ということで、今回もユニキャリの方を始めていければと思います。今回626回目のゲストっていった形で、ロービジョンフットサルの中澤智樹さんに聞く障害と向き合い、夢や目標にワクワクする日々とはっていうタイトルでお送りさせていければというふうに思っております。中澤さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では最初に簡単に自己紹介みたいなところを伺えればと思うのですが、はい、ぜひよろしくお願いします。ロービジョンフットサルという視覚障害者フットサルをしています中澤智樹です。ロービジョンフットサルというのは、視覚障害の中で弱視に該当する選手4人と健常者のゴールキーパー1人の5人で行うフットサルです。で、僕自身は、6年前からロービジョンフットサルを始めていて、今は選手だけではなくて、学校授業であったりとか、全国を回ってサッカーイベントをしたりなど、普及活動も行っています。本日はよろしくお願いします。お願いします。なんか僕もそうだったんですけど、ロービジョンフットサルっていうのが初めて聞いたなと思って、結構見られる方も初めての方多いのかなって、もう少しこう特徴とか、なんかどういう、多分複数種類あるのかなみたいなところも思うんですけど、なんか伺えればと思ったんですが。そうですね。視覚障害者サッカーイコールブラインドサッカーといって、アイマスクをして音の鳴るボールを使ってサイドに壁があるっていうようなものがイメージされる方が多いのかなと思うんですけど、ロービジョンフットサルというのは、まあ、そういった、壁であったりとか、アイマスク、音の鳴るボールっていうのは一切使わず、通常のフットサルボールを使って通常のフットサルコートで行うスポーツです。で、出ている選手たちが視覚障害を持っている選手たちっていうところですね。なんかそこはどういうふうに選ぶというか、なんか指向性があったりとか、なんかどういうふうな参加者が多いんです、どういう考えでそこの参加する方が多いのかなっていうのは気になりました。そうですね。国内大会であれば、ブラインドサッカーは健常者でも弱視でも全盲の方でも誰でも出れるっていうところなんですけど、国際大会になってくると、ブラインドサッカーは全盲の方のみで、ロービジョンフットサルは視覚障害で弱視の方で、その中でも、視力が0.1以下の方、もしくは視野が20度以下の弱視で、まあ、規定があるので、まあ、それらに該当する選手たちが対象にはなってくるので、ブラインドサッカーはそうですね、全盲で、ロービジョンはそれ以外っていう形です。そういうことだったんですね。理解が深まりました。ありがとうございます。そしたら、ここから徐々に過去のご経験とかみたいなところから、どういうふうに今の活動とか考え方とか価値観が形成されてきたのかみたいなところを深掘りしていければなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に、なんだろう、幼少期どんな子供だったのかとか、どんな経験されてきたのかみたいなところからお伺いしてもいいでしょうか。そうですね。5歳の時がちょうど日韓ワールドカップが日本で開催された年で、その時に、サッカーをテレビで見ていて、サッカーがやりたいっていうところがあり、まあ、幼稚園からサッカーを始めました。で、その後、小学校に進む中で、サッカーだけではなくて、まあ、テニスであったりとか、水泳であったり、空手っていう競技をやってはいたものの、なかなか続かない。そうだったんですか。やっぱりサッカーだなっていうところで、テニスは1週間でやめ、空手は2年間ぐらいでやめて、水泳は3年間ぐらい続いたんですけど、まあ、とはいえ、やはり自分なんかやりたかったことはサッカーでした。で、そのままプロを目指していたわけではなくて、小学校の時に中学受験をして、まあ、中学高校は私立の、一貫の学校で、まあ、勉強っていうところを主に行いながら、まあ、サッカーを併用していたっていうところですね。なるほど。なんか今のやっぱりサッカーだったんだなみたいなところって、何があったなっていうか、直感的なものだったのか、なんかこう明確に何かあったってあるんですか。明確なものはないですけど、やはり空手やテニスや水泳っていうのは個人で行うスポーツで、やはり自分としては誰かと一緒に、まあ、ゴールを目指すとか、結果を残すっていうところが、すごく自分の中で楽しいものがあったので、やはりチームスポーツ
で、まあ、幼い頃からやっていたサッカーっていうところかなとは思ってます。なるほど。っていう中で、なんだろう、結構中学受験とかは、ご自身で選択されたっていうより変わった、両親からのあれだったと、どんな。そうです。塾に入ったのが小学4年生の頃で、はい、当初、中学受験のコースだったら自分は全く思っていなくて、塾に入って勉強していると、なぜか塾の勉強は難しすぎると。ああ、あれめちゃめちゃ難しいって思って、で、時間が経つにつれて、まあ、小学校のテストはどんどん成績が上がる一方、塾では難しくついていけない。っていうのが2年間ぐらい続いていて、小学6年生ぐらいの時に自分は受験をするんだっていうのを理解したっていう形ですね。そうだったんですね。なんか、騙されてというか。気づいたら行ったっていう形。なんかそこは、なんだろう、その分、多分サッカーとかもちょっと時間削られちゃったりとか、なんか反発みたいなのもあるのかなとか思ったんですけど。そうです。サッカーで対してできなかったことに対する反発というよりかは、中学校から小学校の友達とは別れる別々の学校に行くんだっていうところの、虚しさじゃないですけど、急にそれが分かったので。そっか。そちらの方が大きかったかもしれない。いやもうそこ僕もなんで40人くらいの学校行ってたんですけど、うん、小学校、うん、僕一人だけ同じような感じで、あの小3から中学受験コースみたいな、めっちゃ孤独で離れるって嫌だみたいな気持ち、めちゃくちゃ分かるなと思って聞いてました。そうだったんですね。でそれで中学校高校は中高一貫に行って。そうですね。中高時代はどんな勉強メインだったって話はあったと思うんですけど、サッカーとの距離感とかは。そうですね、中学校はサッカー部で部活をしていて、高校はもう本当に進学校だったので、もう勉強しなさいっていうこうところ、まあ部活をしてる人もちらほらいたんですけど、あまりできるような環境ではなかったですね。で、まあとはいえやはりスポーツは好きだったので、部活に入れないのであれば自分でフットサルチームを作ろうっていうところで、フットサルチームをそういう高校内で作って、放課後、友達と練習して大会に出るっていうような形で、自分たちのやりたい頻度でペースでやっていましたね。そこはフットサルになったんですね、そこから。そうです。やはりサッカーだと人数も多い、11人必要ですし、なかなか難しい環境ではあったので、5人でできる競技ってところで、まあ、フットサルをやってました、ね。なるほど。でそれで、その中で最初の転機が多分17歳、高校2年生ですかね、の時に突然難病にっていう風なところが出てきたと思うんですけれども、そちら詳しく伺っていってもいいでしょうか。そうですね、高校2年生の1月ぐらいでした。うん、で、その時に、進学校だったので、冬休み明けに模試があったんです。確かに。テストがあって、ちょうど数学のテスト中だったんですけど、残り時間何分なんだろうって思って時を見たら、結構時計が見えづらかったですね。ぼやけていて見えづらくて、あ、目が白く落ちたんだなっていうところで最初は思っていて、でもうちょうどその日が土曜日だって、次の日が日曜日だったんですけど、な眼科がお休みの時で唯一空いてる眼科あって、まあ親にちょっとメガネやコンタクト作りたいから眼科連れてってみたいなことをで、その次の日に眼科に行って測ったら、ちょっとこれは異常だよみたいなことの診断結果で、まあ、大学病院とか大きい病院に行ってくださいっていうところがきっかけでしたね。で、その後2週間後ぐらいに、まあ、検査入院とかを経て難病の病気が分かったっていうところでした。で、まあ、高校2年生の2月なので、もう1年後はセンター試験で、今まさにそうですね。この時期。そうですね。で、その時の半年後にはもう願書を出さないといけないっていう中で、難病が分かって、で、もともと自分は建築のコースに進もうと思っていたので、まあ理系でそういうところに行こうかなと思っては、心の中では行って、まあなんですけど、やはり建築というと、やはり設計とかだと字が細かいとか、
設計図が細かいっていうところで、視力、視覚に障害を持っている自分はちょっと難しいんだろうなっていうところを、もう間際に分かって、もう進路を変更せざるを得ない。っていうところで、まあ将来不安とか、そういうとこが陥っていったのが多分17歳の2月、1月、2月、3月ぐらいですね。もう本当突然ガクッと落ちたみたいな感覚だったっていう。そうですね。その模試から1ヶ月後で 1.49 落ちたので、約3週間から1ヶ月で 1.5 あった視力が 0.01 になった感じですね。それはめちゃくちゃ不安になる、なりますよ。ならないわけないというか。そうですね。なるほど。で、その中で結構こうもう、3ヶ月くらいどうしようってなってた中で、17歳の3月っていうところで新しい出会いというかきっかけというか、そうですね、どんなところだったんですか？そうですね、そこを17歳の3月の時にテレビでキリンチャレンジカップというサッカー日本代表の試合が、はい、まあ、あって、まあ、その試合をたまたまテレビで、うん、もういつも通り見てたら、やはり選手たちがすごく輝いていて、で、まあ、そのプレーを見て、もう一回サッカーがしたいなやったりとか、まあ、自分にはサッカーしかないなっていうところを、まあ、思って、まあ、当時やはり友達の顔が見えない、家族の顔が見えない、教科書の字が見えない、黒板の字が見えない、で信号が見えないやったりとか、まあ、日常生活において見えないことがたくさんあって、いろいろ挫折をして将来に不安を感じていたんですけど、やはりでも休み時間はサッカーをしていましたし、で友達との会話はサッカーが多かったですし、うん、で、まあ、そういった中でやはり自分はサッカーしかないなっていうところを、まあ、その試合を見て、テレビで見て、まあ、障害と向き合うきっかけになったっていうところで、そこからはもうすごく前向きというか、あまり将来不安というよりかは前を向いて、で障害と向き合うきっかけになったサッカーに恩返しをしようっていう夢がそこでできたという形です。もうサッカーだけは、サッカーがすごい支えてくれたというか。そうですね、サッカーと仲間が多かったんです。あ、仲間もそうですよね。なんか当時印象に残ってる、こう背中を押してくれたなみたいな友達との出来事とかってあったりされたんですか？そうですね、1月に難病っていうものが分かって、うん、最初の3月ぐらいまでは友達に難病であるっていうことを伝えてなくて、で学校の先生にもほとんど伝えてなくて、で、まあ、入院はしていたので、で、まあ、目が悪くて入院がしたっていうのはみんな、まあ、伝えていたので、まあ、その中で、まあ、でも治るんだろうなっていうレベル感で伝えていて、入院したら治るよぐらいでもう入院しに行ったので、じゃあ頑張ってこいよくらいの感覚だったので、友達も先生も。で、まあ、唯一一人だけ伝えていて、まあ、難病だったよっていうところと、基本的にはもうここから治らないっていうところは一人だけ伝えていたので、うん、その3ヶ月間はもう一人その子だけにずっと、まあ、思いを伝えていたというか。へー。なので、まあ、その子からはまあ励ましの声であったりとか、まあ、全然助けてもらいましたし、うん、すごく大きかったですね。なんか伝えたくないなっていうか、あんまり平気なふりをしてた時期だった。そうですね、うん、まあ、ちょうどみんな受験の前だったので、心配させたくないっていうところもありましたし、うん、まあ、そこを伝えることによって、まあ、なんていうんですかね、変な偏見、まあ、いわゆる偏見じゃないですけど、そういうのが出てくるのかなっていう自分の中でちょっと怖さっていうところもあったので、まあ、伝えなかったんですけど、まあ、3月末で、まあ、クラスも変わる、3年生でクラスも変わって、まあ、その伝えていた子自身も受験があるので、あまり負担もかけたくないっていうのもあったので、まあ、学校の先生とかに通じて伝え、みんなに伝えてもらいましたね。なんですけど、まあ、周りも全くそんな偏見は全く自分のただの勘違いで何もなくて、みんながすごく助けてもらいましたし、むしろそこから友達がめちゃめちゃ増えたじゃないですけど。それきっかけに。そうですね、ただの自分の誤解で伝えてなかっただけです。でもやっぱ言うの怖いですよね。
そうですね、うん、でもその怖さとそのサッカー の, あのキリンチャレンジカップっていうところをきっかけにこう向き合えたみたいなところがあったんですかね、うん、そうですね、うん、なるほど、ありがとうございます。それで大学は結局建築は諦めてどういうふうになっていったんですか。そうですね、うん、やはり本当にもう進路っていうものが完全に将来が不透明になってしまったので、うん、どうしようかっていうところが本当にもう半年ぐらいずっと続いていて、あ、まあ、とはいえ願書を出さないといけない、もしくは、うん、まあ、大学に行かないっていうどちらかしかなかったので、で、まあ、いろいろ眼科の先生だったりとか、そういうところと話していく中で、たまたま、うちの学校の校長先生が、数年前、数十年前に、盲学校の校長先生をやられていたそうで、で、そのご縁もあって、その、日本に唯一国立の大学が、視覚障害者だけが通える国立の大学があるっていうところをお伝えいただいて、まあ、やりたいことは特になくなってしまったので、建築は難しいってなったので、とりあえずそこに行ってみようっていうところで行きましたね。で、そこでは情報システム学科っていう学科で、まあ、情報とかコンピューター、IT 周りの勉強をとりあえずやっていく中で何か見つかるんじゃないかっていう中で行ってみましたね。ああ、そこはもう、なんとなく、もう直感でというか、行ってみよう。そうですね。学科としては鍼灸と情報システムと理学療法の3つのコースがあったので、鍼灸、うん、はい、あの針とかあんまそういうところですね。はいはいはい。で、その中で、まあ、当時からやはり IT っていうところはやはりもう発展していったっていうところと、まあ、将来も今後も発展していくだろうっていうところで、うん、やはり、まあ、情報システムっていう学科を選びました、ね。じゃあその頃はあんまりこうワクワクっていうよりは不安なんだろう、どうしよう、まあみたいな、こう中途半端な気持ちというかの中で選択して進んでいった。そうですね、うん、まあ、言ったら何かが見つかるんじゃないかぐらいで行きましたね、うん、なるほど。でその中で実際に大学進級されてみてどんなことを感じたり考えたりされたんですか。そうですね、そこで、大学のサークルとしてロービジョンフットサルというものを知って、そこから始めたっていうところがあったので、そこの大学に行っていなかったら知らなかったことなので、そこは大きな転機なのかもしれない。うん、あ、もうその学校にすでにロービジョンフットサルはあった。そうです、サークルとしてありましたね。そう、視覚障害者スポーツっていうのがあったので、ブラインドサッカーもあったり、そのロービジョンフットサルがあったり、そういう体育館でやるようなバレーとか、そういうようなスポーツがあったりとかしてます。じゃあそこで新しく目標というかワクワクする活動が見つかっていって。そうですね。うん。でも普通に18歳から部活に所属しながらチームとして勝っていくみたいなところを目標に。そうですね。18歳、大学1年生の時に、その、大学のサークルで、うん、競技を始めて、うん、1年ちょっとでチームを変えようっていう決断をして、あ、大学2年生で、まあ、当時は茨城のチームでいたんですけど、はい、まあ、埼玉のチームに移籍をして、そこで1年間ぐらいプレーをして、はい、で、またもう一度筑波の茨城のチームに戻って2年間プレーをして、大学4年生の時に自分でチームを作ろうってなって、ちょっと東京都内で自分でチームを作って今のチームにいるくらい。そうなんですか。そこはもう大学とは関係ない地域のチームみたいな感じで、現在か。茨城に関しては大学のチーム。あー、で埼玉は。埼玉は社会人のチームで、今作っているチームも社会人で、まあ、学生もいますけど社会人かつ学生って感じ。なんかそこの移動移籍が3回ですかね、はい、あったと思うんです。なんか背景とかってあったりされたんですか。埼玉に行った時は埼玉にいたゴールキーパーの方とフィールド選手1人の方、
方が、自分はすごく、うん、リスペクトをしている選手たち、で、まあ、その選手たちと一緒にプレーがしたいなっていうところが、まず大きなきっかけでした、ね。で、そこで1年間一緒にプレーして学んで、帰ろう、もう一回筑波に、茨城に帰ろうっていうところは思っていた。なるほど、そこのリスペクトっていうのは、どんなところがいいなって感じられてたのかだったんですか。まずサッカーに対する姿勢じゃないですけど、思いっていうのはすごく感じましたし、その同じ視覚障害の選手に関して同じ病気なんですけど、うん、同じ病気とは思えないぐらいうまかった、当時うまくて、そこでまあその選手に学んで、その選手を超えようっていうところで、まず埼玉に移籍して学びました。あ、本当偶然同じ病気。あ、そうです、はい。あ、そんなたくさんいるわけじゃないってことですよね。そうです、僕の病気は10万人に1人とかの難病なので、それぐらいですね。で、それで同じ競技やってるっていうのは結構奇跡というか。そうですね、はい。うーん、なるほど。なんかその人からすごい印象的なもらった言葉とか、なんか学んだことみたいなのってどんなのが残ってたりするんですか。あんまりない、あんまりないかもしれない。プレーを見て学んだぐらいで、あまり言葉とかそういうところはないかもしれない。あ、結構年齢差はあったっていうか。僕の2個上とかですね。ああ、そうだったんですね、はい。なるほど、ありがとうございます。で、そこから一旦戻ったっていうのは、もう学ぶことは学べたなっていうのがあって。そうです。もともと1年間だけ行こうっていうのは思っていたので、1年間行ったので、とりあえず帰ろうということで、筑波に戻りました。で、その後、そこで結構大きいですよね。自分のチームを作ろうってなっていったっていうのが。そうです。僕自身が、うん、20歳の頃に日本代表強化指定に選んでいただいたんですね。はいはいはい、で、その中で、まあ、代表選手として日頃活動していく中で、2019年にスペインで行われる大会に出場させていただいて、スペインに行きました。で、その時に、まあ、いろんな国の選手とか、監督、コーチとか、まあ、その地域の人たちと話していく中で、日本と、うん、ヨーロッパの文化の違いってすごく大きいなってところを感じました。まあ、障害に対する、うん、意識とか認識とかの違いっていうところはすごく大きく感じて、まあ、このまま、何もせずに過ごしていくと、どん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 日本と世界の差は広がっていくな、まあ、競技だけではなくて、そういう障害理解とか、そういうところがどんどん広がっていくなっていうところがあったので、日本に帰ったときに、まあ、クラブ単位で、クラブを通じて、まあ、そういう障害理解であったりとか、そういうところをもっとコミットメントして、活動していきたいというところがあったので、まあ、大学4年生のところ、1年間は準備期間として、クラブ立ち上げの準備をして、社会人1年目のタイミングで、作ったってことですね。そうなの、もう社会人チームってことですよね。そう、社会、まあ、学生もいますけど、社会人チームという形で、メインは社会人です。はい、はい。あ、そこのスペインへの旅行というか、遠征がきっかけっていうのが、そこで感じられたその意識への違いっていうのは、はい、どんなところがあったんですか。日本だとやはり健常者と障害者で区別する文化があると思うんですよ、うん、で、まあ、とですけどヨーロッパであったりとか、まあ、世界は、まあ、区別はしない。あ、ただ目が見えづらいだけじゃん、ただ車椅子の、うん、乗ってるだけじゃんっていう感じなんですよ。なので誰にでも、長所はある一方で、まあ、できないこともあると思うんですよ。で、それは障害だけではなくて、例えばスポーツが苦手な子もいれば、勉強があんま好きじゃない子もいますし、まあ、そうやっていろんな苦手なところがあるから、それはみんなでカバーしていけばいいじゃんっていうような感覚なんです。で、その中で一つが障害っていう形で、でも日本だとあなたは健常者だよね、あなたは障害者だよねっていうような形で区別する文化があると思うんで、うん、まあ、そういったところが大きく感じました、ね。ニュースとかも分かりやすいです。また違うんですかね、スペインとかだと。ニュースですか？なんか日本でのニュースの取り扱いとか、やっぱこう、明確に区別されてるなって感じることが多いな、みたいなところは。日本、
そうですね。日本だとやはり障害者スポーツチームっていうところがあると思いますけど、向こうはあまりそういうところもないですし。それもないんですか？多ただ、くは。そういうスポーツみたいな。そういうところに健常、健常者のチームに入ってる選手たちは多いですね。一緒に混ざってやるとか。あと、まあ、企業さんとか、そういうところもすごくそういうところにコミットしますし、うん、まあ、国としてもやはりあるのかなってところです。うん、なるほど、そこをやっぱ近づけていきたいというか、まあ、多様性のうちの一つなんだよなっていう認識をこう広めていきたいなっていうところで自分のチームを立ち上げていかれたみたいな。そうですね、まあ、発信の一つとしてやっぱりクラブからっていうところで、うん、まあ、自分のクラブを作るっていうところと、まあ、個人がまあ動いていくっていう、うん、これはまあ学校授業とか。あ、学校というのはサッカーのブラインドサッカーの学校。あ、いえ、一般の学校が中心、はい、そういうところに行って、まあ、学校授業をして、まあ、障害理解でとか、やはり、多分将来の日本を作るのって、今の子どもたちだと思うんですよ。うん、なので、子どもたちが変われば、多分日本の社会って変わっていくと思うので、うん、まあ、そういった段階で、今はもちろん環境意識とか、SDGs っていうところっていうのは、はい、まあ、Z 世代とか、ミレニアル世代で、まあ、すごく、うん、意識は高い。ですけど、うん、まあ、そういった障害のところっていうところも、まあ、実際に今小学3年生のカリキュラムに入っていますけど、まあ、そういったところで、まあ、子どもたちに伝えていって、まあ、選手だから伝わる部分もあると思いますし、まあ、そういった経験をしてきたから伝わる部分もあると思うので、まあ、学校授業で子どもたちと触れ合って話すことで、まあ、そういったところを伝えていくことで子どもたちの意識とか認識が変わっていって、まあ、それが将来子どもたちが大きくなったときに、うん、行動であったりとか、そういうところに移っていけたら、まあ、日本は変わるのかなというところで。なんか実際に子どもたちと対話してみて、どんなことを感じられるんですか？最初は子どもたちが目の前に来て、うん、目に指をこうやって何本かされて、これ何本、これ何本、これ何本っていう、まあ、子どもたちの単純を。悪気はまさにそうですね、悪気はないそんで純粋な心だったんですけど、そこの小学校からは次の年も、授業をしたんですけど、それは学校からではなくて子どもたちから去年やってくれた中澤選手にもう一度来てほしいっていう、子どもたち要望だったんです。でまた授業をさせていただいて、その時は去年まではこれ何本って言ってた子どもが、この1年間を通じて、まあ、いろんなバリアフリーを勉強しました。で、いろんな一応例えば駅のホームの下の階段の手すりに展示があるんですよねって言われたんですよ、はい、でその展示で何番ホームっていう、まあ、展示があるので、それで視覚に障害を持たれている方々は、まあ、駅の移動をスムーズにしてるんですよねっていうところを言っていただいたりとか、はい、まあ、お金って見えないので、はい、そういう硬貨の横のギザギザを見て100円とか10円とか50円5円とかを見ているんですけど、それを子どもたちが実際に、勉強して学んで、うん、実際に自分たちでも触ってみてっていうところを、まあ、1年間やりましたっていうのを、まあ、授業じゃなくて自分たち日常生活、子どもたちの生活の中でそれをやっていたそうで、だからそういうところを、うん、子どもたち発信から、子どもたちからそういうことをやってくれてたっていうのはすごく嬉しかったですし、まあ、たった90分ぐらいの授業でしたけど、1年目は。それで、まあ、効果があるんだなっていうところを初めて実感しました。それが小学3年生？当時、小3でしたね。いやで、1年後は小学4年生だったんで。小3の子どもたちがそこまでしてくれるというか、できるっていう。だししてくれるってことがめちゃくちゃ嬉しいというか、すごいなって感じですよね。そうですね。なんかすごい、まさにそれがもう、なんだろう、いい勉強というか、なんかあるべき勉強なのかな、うん、なんか国語算数とかもちろん大事だと思うんですけど、なんかそこで、ね、うん、中澤さんの話から感じたことからこう探求していくみたいなって、すごいいい勉強だなっていうふうに、今お話伺ってて感じました。うんうん、なるほど、ありがとうございます。でそこからが、そうです、24歳ですかね。でそこの
立ち上げたのは23、4歳って感じですか。社会人 1年目。1年目で立ち上げたので、はい、22の1月。22の1月だったんです。はい、でそこから、まあ、当時24歳ってところでまた転機っていうか、ポイントがあって、フットボールを通じて子どもたちに夢や笑顔っていうところが出てくるんですが、そこまでの流れっていうか、どんなことがあったのかみたいな、伺っていければと思うので。そうです。はい。で、その、子どもたちに、まあ、フットボールを通じて夢や笑顔っていうところに関しては、昨年の7月にクラウドファンディングから、はい、まあ、始めたものなんですけど、まあ、フットサルの元日本代表の選手、まあ、その方はまあ何も障害とかなく、普通にやられてる方なんですけど、まあ、その方と一緒に、まあ、リロードっていう組織を立ち上げました。で、まあ、それは、フットボールを通じて子どもたちの未来、明るい未来を作っていこうっていうところで、まあ、全国でサッカーイベントをするっていうもので、まあ、そのイベントには障害を持っている子どもたちと、障害を持っていない子どもたちがその場に集まって一緒にサッカーをするっていうところで、子どもたちの中で、まあ、障害を知ったりとか、まあ、そういった方々と一緒にプレーをするということで、何か変わるのかなというところで、全国で始めて、そのきっかけを7月ぐらいにクラウドファンディングで資金を集めて、今も活動しているっていうところです、ね。そうなんですね。なんかすごい気になったんですけど、リロードっていうのはどういう思いを込めてこう名付けたんですか。造語でもう本当にあまり、はい、名前にこだわりがなかったので、そのリロードの LI っていうのが、まあ、ライト。まあ、光とか明かり、明るいっていうところ、うん、で、まあ、ロードって道で、まあ、明るい道っていうところで取ってリロードっていう形で、そっか、明るい未来の道しるべになるっていうところ。そうですね、なるほどな。なんかそこは今もされてるってところだと思うんですけど、今までこう、はい、何年ぐらいですかね、3年ぐらいされてきて、もっと昨年の7月にクラウドファンディングをしていたので、はいはい、本当にまだ1年も経ってないぐらい。そっか、まだまだ新しい取り組みの中で、こう、どんなことを感じられてきているんですか。そうですね、昨年の10月末に1回目を東京で開催して、うん、で、来月愛知で、再来月大阪っていう形で進んでいくんですけど、やはり、まあ、クラウドファンディングを通じてでやったりとか、まあ、発信を通じて、はい、やはり多くの人からやはり初めて障害のことを知ったりあったりとか、やはりそれを実際にフットボールでやられてるというところで、まあ、すごく興味を持って体験してみたら、やはり視覚に障害を持たれている方の日常生活がすごく気になるとか、本当に障害をまず知るっていうところで、やはり障害、サッカーを通じて障害を知るっていうところがすごく広がった、まあ、半年間で、まあ、その中を通じて、まあ、いろんな人の、まあ、クラウドファンディングそうですし、いろんな方の支えがあって、まあ、今に来れているので、うん、本当にありがたい半年間、1年間だったなって感じ。そっか、だからコロナ中はなかなかそういう活動もしにくかったというか、まあ、今も一応そうですけど、うん、ちょっと落ち着いてきたタイミングでようやくっていう形だったんですかね。そうですね、東京開催についても、本当はもう少し早くやりたかったんですけど、なかなか。難しくて、で10月31ハロウィンの日にやりました。ああ、そうだったんですね。なんかコロナ中の苦労とかもやっぱりすごい、選手としても活動されてるってことですよね、今も。そうですね、はい、はい、なんかどんな苦労があったのかみたいなところも伺ってみたいなと思ったんですが、やはり練習会場が使えないやつというか、ジムが使えない、まあ、単もう純粋に選手が感じる、うん、コロナ禍の生活を送っていて、まあ、とはいえ、まあ、練習ができなかったら、練習ができないからしないだと、やはり、まあ、それまでの選手だと思うので、その中で何ができるのかなっていうところで、もちろん練習はしますけど、競技以外の価値を高めようっていうところで、まあ、学校授業もそうですし、そういうイベント関係のところもそうですし、まあ、SNS の発信もそうですし、まあ、メディアと何かをやるっていうのもそうですけど、まあ、選手、今日フットサルをやるっていうところ以外のところで、じゃあ自分に何ができるのかなっていうところで、まあ、やり続けてきた約2年間、1年半とかだったので、ようやくむしろ、はいはい、そうですね、はい。動き出したって感じです。ああ、なるほどな。
ありがとうございます。で、最後が、そっか、今はそうですよね。17歳の時に見つけた新たな夢、フットボールに恩返しをするに向けて活動しているっていうところで、いろんな学校授業とか、リロードとか、スクールとかをやられてるってことですね。そうですね。うん。ありがとうございます。一応、ライフログはここまでで、たどれたなっていうふうには思ってるんですが、なんかこう、中澤さんが改めて今までのこう経験を振り返って、なんかこう、今の29以下の世代に伝えていきたいなとかっていうことってどんなことがありますか？そうですね、伝えていきたいことを多分今の子供たちって夢を持ってない子供がすごく多いと思うんですよ、うん、どこかの統計だと 60% の人が日本、夢を持ってるで 40% が夢があまりない、うん、確か小学6年生ぐらいだったんですけど、はいはい、聞いたのがですけど、まあ、海外を見てみると、だいたい 90% ぐらいの方が夢を持ってるんですよ、子供たちが。そうなんで、残り数パーがまあ夢がないよっていう子が多くて。なんですけど、まあ、それだけでも 30% ぐらい差があるんですよ、日本と世界だと。うん、なので、日本の子供たちって、なかなか夢がない子供たちが多くて。なので、なんとなく生きてる子供が多いのが今の日本かなっていうところで、うん、やはりまあ夢を持ってほしい。っていうところで、今は自分が活動していく中で、うん、で、まあ、夢があるとは言いつつ、うん、なかなか夢に叶えてないとか、そういう子供たちが多いなという中で、やはり夢に向かってワクワクしてほしいなというところがあって、うん、で、まあ、僕自身、17歳で南米になって、で、サッカーをきっかけに、まあ、障害と向き合うことができたというか経験の中で、まあ、将来は、フットボールに恩返しをしようというところで、まあ、今、選手として世界一を目指すというところと、まあ、選手だけではなくて、子どもたちにそういうところで還元していくというところ、で、まあ、イベントや授業というところをやっているんですけど、もう、世界一になりたくて、めちゃめちゃワクワクしてるんです。なりたくて仕方がない。で、学校授業も子どもたちの前で伝えたくてしょうがない、仕方がない。イベントで本当に多くの子供たちとイベント一緒にサッカーでボールを蹴って楽しみでしょうがない。その夢に向かってめちゃめちゃワクワクしていて、でもそういう人たちは多分夢が叶っていくんだろうなっていうのは思ってて。なので何か夢を見つけたらそれでワクワクしてほしいなっていうところ。まあそれが例えば小学校で算数のテスト100点取るでもいいと思うんですよ。算数100点取りたいとかクラスで一番になりたいっていう夢でもいいと思うんですよ。で、まあ、それに向かって、まあ、全力で取り組んでほしいなっていうところがあって、その中で算数のテスト100点取りたいっていう夢があったとしても、うん、また今日も宿題出たのかよとか、早く算数の授業終わらないかなっていう中で、算数のテスト100点取りたいって思うのか、うん、また算数のテスト、算数の宿題出た、ラッキーっていう感覚とか、もう授業終わったの、もっと授業したい、算数受けたいよとか、なんかそういう気持ちで算数の授業を取り組むのかによって、全然夢の叶え方とか、まあ、達成のスピード感で全然違うと思うんですよ。うん、なんで、まずは夢にワクワクしてほしいというところで、まあ、それは小学生だけじゃなくて、まあ、中学、高校、大学、社会人の方もそうですけど、何か夢を見つけたら、それに向かって、まあ、全力で取り組んでほしいなっていうところが、そうですね、全く障害と関係ないですけど、自分がこの障害を持ってた 7年間で、うん、分かったこと。で、まあ、障害のところで言うと、日本に視覚障害者って、障害者手帳を持っている障害の方は31万人いらっしゃるんですよ。で、まあ、視覚障害、そして手帳は持ってないけど、障害を持たれている方は約164万人ぐらい、日本にいて、まあ、高齢者も含めてですけど。で、まあ、今後少子高齢化でもう少し拡大は増えてはいくだろうっていう中、うん、で、まあ、視覚障害に限らず、そういう聴覚障害とか、うん、まあ、精神障害とか知的障害とかいろんな障害を含めると日本に約936万人ぐらい、あ、確かいらっしゃって、うん、日本の総人口の 7.4% ぐらい。そうです。結構多いですよね、そう考えると。そうなんですよ。で、まあ、約1000万人と考えた時に、うんうんうん、12人に1人は障害を持たれてる方。で、まあ、名字ランキング、分かりやすく言うと、名字ランキングってあるんですよ、日本の。あ
で、日本の名字ランキングの1位から7位を全部総計したら大体同じくらい数字なんですよ。あ、そうなんですね。約1000万人ぐらいいて、佐藤さんとか、あの伊藤さんとか、そうで、LINE の友達を見ると、そういう方っていっぱいいると思うんですよ。まあ、同級生もそうですけど、でも、うん、それと同じぐらい実は障害を持たれている方はいらっしゃって、日本に。なので、まあ、障害ってもって意外と身近なんだよっていうところは、まあ、どこかで知っておくと何か変わってくるのかなというところで、自分は将来にワクワクして活動していくので、まあ、何か応援していただけると嬉しいなっていうところです。ありがとうございます。なんかそうですよね、僕自身もそうだったなと思って、なかなかこうワクワクできない、特に中高時代とか、まあ、大学もそうですけど、なんかこうどこか押し付けられて勉強してる感とか、なんかこうなんか他人から設定された目標だったりするじゃないですか、大学受験とかも、まあ、中学受験もまさにそうだと思うんですよ、親が勝手にとか、なんかそんな中で結構子供たちのワクワクが奪われちゃってるなみたいなところとか、純粋な好奇心みたいなのがうまく働かなくなっちゃってるんじゃないかなみたいな思ったりするんですけど、結構学校現場とか見てどういうふうなことを感じるんですか？そうですね、やはり自分の授業を聞いた時、でその後子どもたちと話すと、まあ何ヶ月後かに手紙が来るんですけど、やはりそこでやはり夢を見つけて今すごく楽しんでますとか、ワクワクしますっていう言葉がやはり多いっていうところとも、学校のところで言うと、やはり、まあ、学校に限らずですけど、やはり昔だと早く大人になりたいとか、そう思う子どもたちって結構多かったと思うんですけど、今って早く大人になりたいと思う子どもたちってほとんどいないんですよ。うん、それって、まあ、大人たち、今の大人たちがすごく疲れてる、うん、子どもたちの前ですごく疲れてるような、様子を見せてるんで、子どもたちはそれを見て、いやなりたくないなって思っちゃうらしくてなのでもっと今の子どもたちの親とか、そういうところに関わってる方、まあ、先生もそうですけど、がもっとワクワクして楽しそうにしていたら、子どもたちはもっと楽しく、何か夢に見つかって、どん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 取り組んでいくんだろうなっていうところは思っていて、なので大人が変われば子どもは変わりますし、子どもが変われば日本の社会は変わるなっていうところであります、なるほど。なんかそこの子どもたちが、ね、手紙で夢見つけたみたいにくれるって話だったと思うんですけど、なんかどういうふうにこう変化していくっていうか、何をきっかけにやっぱそこまで変わっていくんだろうって中澤さんから見えてるんですか？そうですね、何がきっかけかわからないですけど自分のやっぱ伝え方とか言葉選びっていうのはすごく気にはしていて、変な話、障害のことを伝えると、伝え方を間違えてしまうと同情になってしまうと思うんですよ。僕は障害を持っています、こういうところに苦労しています、かわいそうでしょってなっちゃうんです、伝え方を間違えてしまうと。で、わかわいそうで終わっちゃうので、やっぱそれはやっぱり、望んでいることではないですし、同情してほしいとも思ってないですし、かわいそうっていう結果が欲しいっていうわけでもないですし、なのでやはり伝え方っていうところはすごく考えているっていうところはありますね。あとまあそれをまあサッカーと掛け合わせてるっていうところは大きいかもしれないです。ただ伝えるだけではなくて、まあ子供たちにとって身近に感じてもらえるようなところでスポーツと掛け合わせてるっていうところは、まあ一個大きいのかなってところはあります、うん。さっきのスペインの話ともつながってくるのかなっていうか、向こうでは多分同情とかそんなのもあんま概念としてないですかね、あの話を伺うと。確かに、なるほどな。実際にあれですか、子供たちと一緒にブラインドサッカーやってみたりとか、ブラインドじゃないや、ロービジョン、ロービジョンサッカーとかやってみたりもするんですか？そうです、授業の中で。授業の中ではあんまり接触プレイを、やはり弱視ゴーグルといって、その視覚に障害を持つゴーグルを着用してもらって体験をするので、やはり子どもたちは走らないでって言っても走っちゃうんですよ、純粋なので。なので、やはり衝突っていうところがあるので、なかなか試合形式っていうのはできないですけど、
まあ、接触のないような体験っていうところで、まあ、ボールを蹴るとか歩くとか走るとか、うん、そういうところは簡易的なものでやっています。そういう経験から感じることたくさんあるんだろうなと。うん、あ、基本あれなんです、競技も走っちゃいけないんですか。いや、走っても OK です。あ、走っても、ね、ね、はい、選手たちはそういう日頃からそういう状況ですし、うんうん、まあ、スポーツするというのに慣れているのでいいですけど、うん、やはり小学3年生にそう伝えても危ないですよね。なるほどな。なんかあの、まあ、今子供の話を伺ったんですけど、大人に関してもやっぱこうワクワクしてないとか、もちろんね、若手の社会人の方も、まあ、そうでもない方もそうだと思うんですけど、なんかそこからこう見つけていくために、ね、どうしたら見つけていけるんだろうというかみたいなのって、中澤さんってどういうふうに考えられてますか。僕はたまたま本当にサッカーきっかけだったっていうので、逆にそれ以外に趣味もないですし、あ、そうなんですか。サッカーがなかったら何やってんだろうっていうような形だったので、これがきっかけだったっていうところが、やはり、あ、これでいろんなこういうことをしたから見つかったっていうよりかは、本当に小さい頃からやったのがサッカーだったので、そこに対して自分あまり言うこと伝えれることはないんですけど、多分いろんな人と出会っていろんな話を聞くとか、まあ、いろんな本を読むとか、その中で価値観とか夢っていうのは見つかっていくのか、まあ、きっかけにしか過ぎないんですけど、なるのかなっていうところなんで、あんまりそこに伝えついてあんまり難しい。そうなんです。そっか。まあでも結構今伺ってると、やっぱこう苦しい経験、まあ難病って多分苦しい、かなり大きなライフイベントだったと思うんですけど、はい、やっぱそういうところから情熱見つけていかれる方も多いよなっていうか、うん、なんかそこにこう何か自分が感じた苦労を解決するとか、課題を解決するために、うん、まあ、まさに中澤さんもそういう活動とか学校活動とか、まさにそういう質感なのかなというふうには感じたんですけど、うん、っていうところもやっぱ棚卸しとかも大事なのかなっていうのは、うん、伺ってて感じました。そうですね。で、まあそういった周りの障害に対する配慮とか、うん、そういうところの理解について、やはりメディアの影響ですごく大きいなと思っていて、うん、昨年ドラマで弱視に対するドラマがあったんですよ。あ、そうなんですね。で、多分そういう少し有名な女優さんが多分そのしかも弱視役として出られていて、で、まあ、それが半年とか3ヶ月ぐらい放送されていて、うん、まあ、そういったファンの方とかそういう方々が、まあ、SNS で投稿していたりとか、まあ、そういうところはすごくバズったドラマではあったので、うん、まあ、それをきっかけに視覚障害のことを知ったりとか弱視のことを知って、何かできないかなとか、いろんな方が今アクションをされているので、やはりそういったメディアでの、まあ、自分が発信することもそうですし、そういうところいろんなところで発信されていくっていうのは、やはり、まあ、何か変わるきっかけになってくるのかなっていうのは去年感じました。なるほど。やっぱドラマとかも大きいですよね、インパクトとしては。そうです。ありがとうございます。なんかもう一つこう伝えたいこととメッセージっていうのを事前にいただいてたところで、フットボールの可能性みたいなところももう少し伺えればなって思ったんです。今どういうふうなことを感じられてるんですか。ロービジョンフットボールについてですね。そうです。フットボールのところで言うと、やはりサッカー自体ってボール一つあれば誰でもできるスポーツ。それにはもう本当に視覚も関係ないですし、聴覚も関係ないですし、まあ、そう、まあ、精神とか知的とか肢体不自由も関係ないですし、まあ、車椅子に乗ってやるサッカーも車、電動車椅子サッカーもありますし、で、足がない方、まあ、肢体不自由の方がやるサッカーとしては、まあ、アンプティサッカーという競技もありますし、ボールさえあれば誰でもできるのがサッカーで、で、まあ、ブラインドサッカーで言えば、オートナルスで やりますけど、僕が聞いた話だと、ブラジルなので、はいはい、ブラインド、大人なるボールがないっていうところもあるんです。やはりそういう貧富の差もありますけど、そういった方でも、目が見えなくてもサッカーしていて、じゃあどうやって大人ないボールでサッカーするんだろうって思ったら、それスーパーの袋、ボールを入れて、大人なるようにして、ボールを蹴ってる、そうなんですよ、ブラジルとか、はい、とかでは。なので、本当にサッカーって誰でもできるんだなっていうところを、まあ、自分が障害を持って知った、
ていうところがやはりすごく大きくて、やはりそれの可能性すごくあるなっていうところで、自分はまあフットボールっていうところなので、まあ、フットボールを通じて子どもたちに還元していきたいっていうところが、うん、まああるっていうところで、まあ、サッカースクールを毎月やってますけど、うん、まあ、その子どもたちが、まあ、サッカーをきっかけにそういうスポーツをやるっていうところで、まあ、いろいろ活動してくれてますけど、最終的にサッカーじゃなくてもいいのかなと思っていて、小学校そうやっていく中で、まあ、陸上が好きになったら陸上に転校していただいてもいいですし、野球が好きになったら野球に転校していただいてもいいと思うので、あくまでもきっかけが自分であったりとか、サッカーだし、で、今、自分が活動しているので、まあ、そういったスポーツの可能性っていうのはすごく大きいなっていうところで、僕自身スポーツがなかったら多分、障害と向き合えてなかったですし、多分、今何してるんだろうって、ひきこもりかなとか、ずっといるのかなとか、って思っているので、やはり自分の人生を作ってくれたのはサッカーだったので、うん、なので自分にとってはやっぱフットボールの可能性っていうのは大きいですし、うん、そういうところですかね。うん、ありがとうございます。時間もあっという間にあと9分ぐらいになってきたんですけど、最後にこう、まあ、改めてこれから中澤さんがもう、はい、まあ、どんなことを、まあ、もちろん今やられてる活動よりっていうのもあると思うんですけど、はいはい、どんなことを願ってるのかみたいなところ、どんなことしていきたいのかとか、夢みたいなところを改めて伺えればと思うんですが。そうですね、うん、僕が7年前に障害を持って、で最初はすごく葛藤して苦しんだ時期もありましたけど、うん、まあ、見えないからこそ見えた景色っていうものがやはりこの7年間であって、もちろん人との出会いもそうですし、まあ、経験っていうのもそうですけど、まあ、その中を通じて僕が世界一になるっていうところと、あとはまあ子どもたちに還元していくっていうところで、まあ、子どもたちに夢を持ってそれに向かってワクワクしてもらえるような活動、まあ、授業もそうですし、全国でのイベントっていうところも含めて、うん、今後ももっと継続して拡大してやっていきたいなと思っています。いや、見えないからこそ見えるってめちゃくちゃいいというか、そうですいいなって今もうシンプルな感想なんですけどうわ今ドワってしまって今あ、そうですよね、なかなか、うんうんうん、ありがとうございます。そっか、なんかこう、ここまで語っていただいた中で、まだこう伝えたいないなとか、ここ、どこみたいなところってありますか？伝えきれない。伝えきれない。確かに、確かに。いえ、多分ないと思います。多分今後自分は授業もしますし、いろんなところで話す機会があるので、そこでまた聞いてもらえればいいのかなっていうところで、あくまでも、自分を知ってもらうっていうところで、うん、はい、いいかなと思います。ありがとうございます。したら、まあ、ちょっと早くはあるんですけれども、はいはい、本日は一度ここまでで、はい、締めていければなというふうに思いますので、はい、はい、じゃあ一度ここで終わりということで、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。